皆さんこんにちは。高島市役所総務部臨時生活支援対策室の宗方と申します。私ども高島市では今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、日々感染の拡大防止にご努力をいただいている市民の皆様に安心した生活を過ごしていただけるよう、職員一同業務に取り組んでおります。新型コロナウイルス感染拡大により、市民の皆さんが生活や経済活動に大きな影響を受ける中、高島市をはじめ、国や滋賀県などでは、さまざまな課題に対応するための支援制度を設けています。今回の配信で、こちらの支援情報について、主にご紹介いたします。まずは、高島市の独自施策として、高島応援プロジェクトについて、次に、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時支援金について、そして最後にお一人様10万円を支給される特別定額給付金についてお伝えします。まずは高島市の独自施策として高島応援プロジェクトを行っております。高島市の地域経済の活性化、そして市民の皆様の生活の支援を目的に、全市民の方に地域通貨Aicaをお一人当たり1万円支給します。さらに高島市内の幼稚園や保育園、小中学校などの休園休校が続く中、自宅で過ごす子どもたちへの支援として、絵本や参考書を購入する費用として、市内の0歳から18歳までの方にお一人3000円分の図書カードを支給します。支給の対象となる方は、いずれも基準日として令和2年5月1日に高島の住民である方が対象となります。なお、図書カードの支給対象となります18歳までの方とは、平成14年4月2日以降にお生まれの方が対象となります。支給までのスケジュールですが、5月18日以降に世帯主様宛に簡易書き留め郵便にて順次郵送をさせていただきます。 Aicaはご家族人数分、また18歳までのお子様がいらっしゃるご家庭は図書カードも同封の上郵送いたします。続いて高島市内の事業所様に向けた支援金についてお伝えします。こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態措置として休業要請にご協力をされた事業者に対して、滋賀県より感染拡大防止臨時支援金が支給されるものです。支給額は中小企業が30万円、個人事業主の方は20万円です。それぞれ金額のうち10万円が高島市として上乗せして支給いたします。申請期間は令和2年5月7日から令和2年6月26日までです。詳しい内容については滋賀県のホームページ、または滋賀県緊急事態措置コールセンターへお問い合わせください。最後に、皆様の暮らしを支えることを目的として、お一人に一律10万円が給付される特別定額給付金についてお知らせします。給付の対象となる方は、令和2年4月27日を基準日として高島市民である方です。なお、給付金の申請並びに受給資格は世帯主様になります。次に、給付金の申請方法についてお知らせします。今回の給付金の申請は、郵送申請とオンライン申請の2つの方法となります。郵送申請は、高島市が郵送した申請書に必要事項を記入いただき、確認書類を同封の上、市役所に返送いただきます。一方、オンライン申請では、国が運営するオンラインサービスを利用して申請いただきます。なお、オンライン申請はマイナンバーカードをお持ちの方のみが利用可能です。いずれの申請方法も
令和2年8月20日までとなりますのでご注意ください。特別定額給付金に関してのお問い合わせは高島市役所臨時生活支援対策室までご連絡ください。なお、この特別定額給付金の申請方法についてはこの動画配信サービスで詳しくお伝えしていきたいと考えておりますので、今後もお見逃しのないようご覧ください。その他の支援情報については高島市ホームページの新型コロナウイルス感染症関連情報からご確認ください。今回の新型コロナウイルス感染症の拡大防止には高島市民お一人お一人の行動がご自身の命を守り、また社会を守ることにつながります。市民の皆様のご協力をお願いします。感染が拡大し不安な日々が続きますが、ご自身の健康を大切に力を合わせて乗り越えましょう。